こんにちは。今日はね、どういう日かというと、僕一応上智大学の、ね、3年生ということで、今日はその履修登録についてちょっと話していきたいと思います。だからちょっとここ突っ込んでくれるっていうのはいいんですけど。 Hello, I'm Mr. Mosari。履修登録についてなんですけど、そもそもね、履修登録とは何ぞやということですよね。皆さんどういうイメージがありますか、履修登録って。何でもいいんですけど、高校生の時とかって結構授業とかがもうね、すでに決まってると思うんですよ。月から金曜日、月から土曜日、こういった科目があって、何限まで授業があるってほとんど決まってるんですよね。あれかな、生物と科学とかの授業だけどっちを選択するかとかで、ある程度誤差はあると思うんですけど、基本的にもうすでにさ、学校側が決めていることなんですよ。だからそこまで悩むことはないと。だけど大学では違うんです。違うんです。大学では履修登録といって、自分のスケジュール自分で組み立てないといけないんです。わかります。そうなんです。つまり、一人一人全く違う授業スケジュールになるんです。はい、 OK そうなんです。だからつまりめっちゃ英語だけの授業をしてるやつもいれば、日本語だけで授業を受けるやつもいる。特に上智に関して言えば、取り方が結構多学部の授業もたくさん取れるので、結構ね、多種多様なのかなと思います。だから学部学科が同じだからといって履修登録が全然違ったりするんですよね。で、今日に関してなんですけど、履修登録をする上で重要なポイントというんですかね、いくつか紹介していきたいなと思います。イエス。じゃあ行ってみましょう。まずね、ちょっと履修登録について話す前に、ちょっとまずおさらいしないといけない単語がいくつかあるのかなと思っています。まずね、単位という言葉ですね。単位っていう言葉は何ぞやと思うんですよ。普通に日本語で言うと、キログラムとか、何単位ってさ、あると思うんですよ。だけど今回の単位で言うと、授業の単位のことを指していて、基本的に必修科目だったり、普通の第二言語の授業とかは基本的に2単位と上智はされています。多分基本的に一般的にいろんな大学でもそうされてるのかなと思っております。大学4年間を通して4年間通してどれだけの単位を取らないといけないのかっていうのが一応決まってるんですよね。4年間で。一応1年間でも指定の数があるから、それを超えてしまったらダメだから、よくないです。英語学科ですね。ちょっと私の音楽部を例にしてですね、今日はやっていくんですけど、英語学科に関しては1年間48単位取れるんですよ。つまりフル単、マックスで単位を取ろうとするとなんですけど、そうすると、24がマックスと基本的にはされております。ここでちょっとまた補足なんですけど、授業にも結構いろんな授業があります。だけど、そこもまた部類があるんですよね。そもそも必修科目というもの、そして、選択必修というもの、だったり、あと語学科目とかっていくつかあるんですけど、必修について必修科目っていうのは、取らないといけない授業です。4年間のうちに絶対取んないと卒業できないよっていうのが、簡単に言うとそういった授業です。そして、選択必修に関して、これは上智で言うとウェルネスと身体、キリスト教人間学とかあるんですけど、これも同じく全学共通、どの学部にも共通して、みんなどの学部の人も一緒に取らないといけないという授業です。これも取らないと卒業できません。
そしてあともう一つがあるのが第二言語ですね。まあ、中国語、イスパニア、スペイン語だったり、まあいろんなマイナーな言語も、ね、結構、ね、上手は取れるっていうのが魅力なんですけど、っていうのが取れます。そしてまあそれも一応、取らないといけない必修科目です。だけどこれに関しては、まあ、英語学科の今お話をしているので、他の学部に関して、必修じゃない場合もあります。なんか友達で聞くのだったりすると、法学部とかかなとかだと、第二言語は必修ではないとか。だからまあ、英語はみんな必修で、やってるんですけど、だけど他の言語は別にやらなくてもいい。だけどやりたい人はやればいいっていう、まあ、考えがね、浸透されたりしております。OK?OK?OK? 次にはね、まあちょっと結構、まあ後輩の子たちが聞かれる質問であるんですけど、まあ履修登録する上でのコツは何だかとか、まあどういった授業を取った方がいいのっていうの結構聞かれるんですけど、まず、コツについてですね、履修登録について。ぶっちゃけ何単位ぐらい取った方がいいのかっていうのが、目安があります。あります。あります。まあ大体、自分の中でですけど、16単位から22単位くらい取っとけば、まあ大丈夫だろうっていうのが目安としてあります。Yes。まあマックスがね、例えばその英語学科だと、28単位なんですね。1学期中。だからまあ、24かな最大で取るなら。28取ってもいいんだけど、28取った場合、秋で、何単位になるんだ。28、28だと56になっちゃうから、やばい、計算が不得意。できるだけとりあえず多く取っといた方がいいというのは事実なんですけど、だけど、まあ1学期中のは超えちゃいけないと。だからまあ28以下取っておけばいい。僕の、まあ過去の、履修登録みたいなここに貼っとくと思うんですけど、まあ、周りの人も比べて、16からまあそう22単位取っとけばまあ大丈夫かなと思います。で、ここで一つコツなのが、履修登録期間に関しては、とりあえずできるだけ多くの授業を取っといた方がいいと思います。なぜかというと、基本的に、ここ結構重要です。皆さん聞いてください。修正期間というものがあります。修正期間とは何ぞやって話したんですけど、単位を、まあ、自分が取ろうとしている科目を、まあ、修正する期間なんですよ。要するに、減らすことはできるんです。ちょっとここすごく重要なんですけど、履修登録において重要なのは、減らすことはできるんですけど、増やすことはできないっていうところなんですよね。まあ、ぶっちゃけできるっちゃできるんですけど、すごく難しくなる。から、おすすめなのは、22から24単位くらいを取っといて、マックスギリギリまで取っといて、後から修正期間で消していけばいいのかなと思います。まあ、履修というものもありますし、まあ、一週目だけ授業を受けて、あ、これ違うなってなったら、受けなければいいんです。ここはね、まあ、スマートなやり方です。つまり、まあ、ここはまあ、どの大学にも共通しているのかなと思って、とりあえず多くの授業を取っといて、後から減らせばいいんです。いいんです。OK?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  そう。そういうことなんです。自分のまあ、経験談として、1年生の頃、周りの子で、まあ、16単位しか最初取んなくて、結構厳しかったっていう子がいて、これがまたなぜなのかっていうと、さっきに必修科目とかっていう説明したと思うんですけど、もう一つ実はあって、それが抽選科目ですね。抽選科目といって、まあ、5、6個くらいの授業があるんですけど、その授業を抽選にかけて受けるんですよ。だからそもそも、その一応履修登録に入れてるけど、100% その入れるかわかんないんですよ。で、これも結構、ものによって全然入れないのもあれば、逆に、確率的に入れるものもあるんですよ。だから、多く入れとくことが大事。抽選科目が全部落ちたとしたら、それこそ5個くらいの授業入れてたとするじゃないですか。そしたらまあ、5×2 単位。でまあ、10単位くらいをそもそも入れられないって話になっちゃうんですよ。そしたらまあ、多めに入れといた方がいいよねって話になる。ので、まあ、抽選科目についてはまたそれはまあ、コツがあるんですけど、基本的には、まあ、倍率とか考えてやって、無難に、僕はいつも抽選科目入れてるんですけど、おすすめなのは、まあ、できるだけ多めに取っとくことです。まあ、さっきもずっと言ってることなんですけど、これは、より、ま、後のこと、4年生までのことを考えた上での話ですね。できるだけ多めに取っといた方が楽になる。それは4年間通して、
もう何十単位で取らないといけないんですよ。何百単位か、間違えた。取らないといけないんですけど、まあ、それまでに、理想は3年後半にはもう取り終えるっていうのが結構理想と言われているので、3年後半から就活が始まっちゃうので、それまでに取り切って、置けば結構楽になるんですよ。で、まあそこで目安で言われるのが大体20から22単位と、まあ僕は先輩から結構、言われていました。だから、まあ、それくらい取っておけば楽だと。というかまあ、こういったこと困ったらどうすればいいのっていう話なんですけど、まあ、基本的に履修登録に関しては、まあ、聞ける人はいくつかいるのかなと思っていて、一つは、ヘルパーです。これは学部学科、必ずヘルパーという団体があって、履修だったり、まあ将来のことっていうか、まあそういう、なんていうんだろう、学業のことを質問できたりします。まあ、だからそういった人たちに問い合わせするのは一つありです。多分ね、入学してからすぐヘルパーがヘルパーと出会える時来るんで、その時に連絡先とか交換しておいて質問聞くのはありです。で、もう一つは、学事センターですね。学事センター、2号館か、2号館の1階、学事センターがあるので、そちらで、まあ、先輩じゃない、スタッフの方、上智大学の、まあ、入学センターの、事務の人たちに聞くっていうのは、すごく、まあ、正確だね、情報が確実で。っていうのがあるので、まあ、単位だったに関しては、そういった人に聞いた方がいいかなと思います。あと、まあ、率直に、この動画見て、まあ、英語学科の人は特にかな。ぜひ、僕に聞いていただけたら、まあ、答えれるものは答えますと思います。ここちょっと注意点なんですけど、留学とか、あと一部の企業、就活において、まあ、評定、GPA が大事になってくることがあるんですよ。だから、まあ、GPA、留学行きたい人とかは特に、まあ、取りたい授業、多く取っとくのも大事なんですけど、まあ、それ以上にその GPA を高くすることも大切だと思うので、まあ、そういった場合はちょっと少なめに取って評定を上げるっていうのも一つありなのかなと思います。多く取りすぎるとね、まあ、疲弊して、特に大学1年生ってね、サークル入るとか友達との関係性とか、まあ、結構疲れるんですよ。僕も結構ね、メンタルやられた覚えがあるので、まあ、20くらい取っとけばいいんじゃないと思います。あとまあ、あれかな。英語学科に関して言えば、英語がめちゃめちゃできる人は、正直そんな、なんだ、大して、ね、授業に関して、まあ、悩むことがそこまでないのかなと。結構まあ、楽な学部になるので、ちょっと多めに取っといてもいいのかなと思います。あとはそう、まあ、先ほど言った通り、留学とか行きたい人、評定を高くしたい人はできるだけ少なめに取っとくっていうのは割と、いいのかなと思います。はい、最後になるんですけど、まあ、そうですね、最後、まあ、まとめ的な感じで言うんですけど、まあ、履修登録に関してですね、とりあえず、まあ、今日履修登録についてお話ししました。まあ、結構ね、僕も最初入った時難しかったんですよ。先輩誰も聞けないし、そんなね、周りとたくさん協調で生きるようなコミュ力もないし、結構まあ、難しいこともあったんですけど、まあ、とりあえず、多めに取っとくっていうのが一番ポイントの一つとして、すごく大きいのかなと思います。あとは、まあ、僕今結構、海外行きたいってすごく言ってるんですけど、だから留学行きたいってなったら、とりあえずできるだけ早くそれを、思って行動した方がいいと思います。GPA とかね、評定が必要になってくるので、その時は、できるだけ、そういったことも考えて、単位の取り方、成績も含めて、取った方がいいのかなと、頑張った方がいいのかなと思います。ので、まあ、履修登録に関して、先ほど、まあ、聞けるアドバイザーはいると、同じしたので、まあ、最低僕に、DM してください。あとはね、本当に、大学生活みんな楽しんでほしいので、今年からもまあ、コロナ少し弱まったり、緩和されるようになって、結構ね、大学生活、楽しい大学生活が待ってると思うので、ぜひみんな楽しんで、いつか大学キャンパスで会った時は、僕にも声をかけてくれて嬉しいです。それでね、まあ、
皆さんぜひ、大学生活楽しんで、ぜひ、キャンパスでお会いしましょう。またねー。何これ。またねー。